こんにちは。アマゾンスサポーター、フリヒルです。12月に入って、まあ、売り上げ伸びてますという報告いただいてね、1日1000ドル超えましたという例をご紹介したんですけど、まあ、思うように売り上げ伸びてない会員さんも、まあ、いらっしゃる可能性があるということでね、もしも売り上げが伸びていないんであれば、まあ、個別サポートをお勧めしますというお知らせです。1万ドル以上の売り上げを上げているサポート会員さんは、 個別サポートを使っています。以前使っていてね、えー、一つダウングレードしたという会員さんもいますけど、もうずっと自力でやってね、売り上げ1万ドルを超えてますと、あるいはね、売り上げを超えて20%、30%、あるいはそれ以上の利益を上げてますという会員さんはね、やっぱり個別サポートを使っていますで。個別サポート、なぜ稼げるか、ねえー、逆に個別サポートにアップグレードしない場合も、ね、なぜ売り上げ伸びないのかと。 アマゾン室で重要な3つのポイントを、えー、きちんとやりきれてないというのが、ね、大きな原因になっている場合が多いです。まず1つ目 FBA 在庫を適正にして在庫切れによる販売機会の損失と長期在庫の発生によるカート取得率の低下を防ぐこの決断が自分1人で行うと間違えることが多いです。2番毎日カートが取れているかチェックする。 あるいはカートが取得できる価格設定ツールをサポートする。3番、悪い評価がついたら粘り強く削除申請すると。この3つ目はね、悪い評価の削除は全てのサポート区別でサポートしています。商品を何個送るか、出品価格をいく,いくらにするか、この2つの決断を私が数万件の実績をもとに客観的に行っているから稼げるようにならざるを得ないわけです。今年は、 思ったより稼げなかったという会員さんは個別サポートのアップグレードをお勧めします。